皆さんこんにちは、ローコスト通信アンカーです。1月中旬、瀬戸内海の一つ点や兆候をお送りしていきます。今回の兆候は先日オーバーホールしたダイワの30年前のレバーブレーキリールを使用します。いつものようにヘアピンを活用した自作一つ点や仕掛けを使用していきます。私はこの仕掛けにスナップとナス型重りを使用して重さを調節しながら釣っていきます。調光前のドラグ調節ですが、古いリールのためなかなかうまく調節できません。この30年前のダイワのレバーブレーキリールにはストッパーを風にした際にスプールのみが逆回転して糸が出ていくという機能が備わっています。もちろんドラッグ機能もついているので、レバーブレーキの機能と併用して魚とやり取りをします。故障で潮が流れていないため1号のナス型重りをつけて様子を見ていきます。なぜこのように細かく重りの調整をするかを今日は解説していきたいと思います。予想していたより潮が流れていなかったのでナス型重りを外し 14g で挑みます。極端な話、一つ点矢において重りの存在は極力ない方がいいと考えています。なぜなら餌釣りにおいて一番重要なのは餌を自然な状態に見せるということにあると思うからです。そのためにはできるだけ仕掛けは軽い方がいいと考えています。着底と同時にヒットしました。しかしこの赤いリルとエメラルダスの組み合わせはとてもダサいと思います。ですが個人的に気に入っているので問題はありません。釣り上げられたのはやはりカサゴでした。20センチ強あるのでカサゴでは割といいサイズだと思います。親針にかかっているので気持ちいいです。ここ最近の瀬戸内海は水温が11度とかなり下がっているため魚の活性がとても低く、釣れた時の1匹の価値が全然違う気がします。20センチぐらい環境は。海釣りの餌釣りにおいては重さの調整によって餌をどれだけ自然に見せるかによって釣果が変わってくると信じています。これも着底と同時にヒットしたのですが、合わせた時にドラグが一瞬出てしまいフッキングが甘くなってしまいました。やはりドラグの性能は現代のリールにはかないません。ドラグを締めレバーブレーキで調整して釣ることにします。水深が深いエリアに来たのでナス型重りを2号に変えます。仕掛け全体の重さは 21g です。一つ点矢だと軽い部類に入ると思います。ホール中に当たりがあったのですが、左手をハンドルに添えていなかったため巻き合わせができませんでした。餌が取られていました。再び流れが緩くなったので重りを 14g に戻します。誘いのイメージは仕掛けが海底をふわふわと漂っているような様子に見せることです。これも着底と同時にヒットしました。最近瀬戸内海は渋い状況が続いているためこれは当たりが多く出ている方だと思います。1月の瀬戸内海ではカサゴやメバルなどの根魚をピンポイントで狙うことが多いと聞きました。まあまあサイズのアコウです。秋ぐらいまでは体中にひじきのような寄生虫が寄生していたのですが、冬になって綺麗な魚体のアコウが増えてきました。これも親針にかかっていたので最近にしては魚に食い気があると感じました。アコウは血抜きしてもあんまり血が出ないんですけれども、このアコウは結構血が出てました。入った。この日は風もあまりなく潮の流れも穏やかだったので釣り自体がしやすい状況でした。ここ最近ほんと渋いので真冬に釣果あげてる人を本当に尊敬します。これも着底と同時にヒットしました。ここまで釣りを始めてから2時間程度ですが、リールがとにかく重たいです。昔のリールなので 400g 強あります。作りが頑丈なのが昔のリールの特徴なのですが、こうやって昔のリールを使ってみると現代のリールの凄さというのがよくわかります。リリースサイズのカサゴが釣れました。これは孫針にかかっていました。
今日は船長と2人での聴講なんですが、船長はてんやとタイラバを交互に使っていました。ここでタイラバにヒットしました。ここ最近の瀬戸内海の傾向だとてんやよりタイラバの方が釣れているイメージでしたが、この日はてんやの方が当たりが多く出ていました。20センチぐらいのアコウです。この日は道上げのコブから7部ぐらいまでが釣れただけで、それ以降は反応が全くありませんでした。釣りをしているとヘリコプターから人がロープで降りてきている光景を見ました。おそらく救助の演習だと思います。船釣りをしているとたまに面白い光景に出会えたりもします。救助される側にならないことを願うばかりです。この日は船で3時間ほど長江に出て、持ち帰りのサイズはこの3匹だけでした。ただ釣りは魚の活性が低い時にどのように釣り上げるのか試行錯誤することも楽しさの一つだと思うので、この日はこの日で楽しめました。次回はもう少し釣果を上げたいと思います。それではまた。